以上で確率論の講義全10回全部終わることになったなるんですが、最後に今回の講義全10回を非常に簡単に復習しておきます。まず第1回の講義では、第1回と第2回の講義では確率分布という概念自体を習いました。でこれはもう何度もその後使って出てきているので、あえてここで細かく復習する必要はないと思います。確率分布、確率というのはこういう分布に従っていて、この分布というのは全体で1になるとかっていうことですね。でさらにそこに離散分布、離散確率変数、そしてそれに対応した離散分布、連続確率変数、それに対応した連続分布というのがありますよという話もしました。でさらに第2回でやったこと、第1回2回で確率分布というのをやったんですが、第2回で特にやったことというのは期待値とモーメントです。で、この期待値とモーメントを特殊化したものが、例えば平均であるとか分散だったわけです。でこのつまり期待値、モーメント、そしてこの平均分散、特にモーメントですね、こういうのを使うと確率分布の特性というのをいくつかの代表的な数字で表すこと、値で表すことができますということです。そして第、3回ではモーメント母関数というのをやりました。これは、期待値の計算を使った少し特殊な関数です。でこの関数をべき乗展開してやって、それぞれの、乗数の係数というのを見ていくことで、工事のモーメントが次々に求まるという少し不思議な関数でした。いいかな。で、第4回、ここから複数の確率変数が出てくる話に移っていきました。なんでここまでが1段落かな。 1,2,3 回というのが1回目のモジュールです。で第4回から複数の確率変数を扱うという話をしていきました。まず、最初に勉強したのが確率変数の変換です。でこれ今日も使ったところですよね、確率変数の変換。例えば今日使った例で言うとこういうことね、y と x という2つの確率変数があって、その間にこういう変換関係があるときに、じゃあ確率分布はそれぞれの確率分布、確率密度関数もしくは確率分布ならどういう関係があるのかっていうのを求めたのがこの第4回でした。で、第5回、第5回では2次元の確率分布、確率変数が2つある場合の確率分布というのを勉強しました。でそこで出てきたのが、まず2つある場合の確率分布というのが出てきたのが同時確率という話です。同時確率で、ここから1次元の確率分布に落としていくものとして2種類勉強しました。一つが周辺確率、これは、2つある、こっちで2つある確率変数のうちの1つがどんな値を取るかっていうのを、違いますね、2つある確率変数のうちの1つがあらゆる値を取ったときに残りの確率変数がどういう分布に従うのかというのがこの周辺確率です。で逆にある特定の値、2つある確率変数のうちの1つがある特定の値を取ったときにもう1つの確率変数がどういう分布に従うのかっていうのを勉強しました。でそれが条件付き確率でした。いいかな。これ今日終わったらみんな自分の取ったノートをざっとこれを考えながら見直してみてください。そして第6回です。で第6回ではこの2つの確率変数、確率的に振る舞う2つの変数があるときにそれぞれの関係というのがどうなっているのかというのを勉強しました。でそこでその関係を表すのに使った2つの重要な概念が共分散と相関係数です。からみんなだんだん思い出してきたかな。そして、だんだん今日が近づいてきましたね。第7回、
ここから第7回からは具体的な確率分布の、分布の形というのを勉強していきました。まず第7回で勉強したのが、二項分布です。いいかな。あ、ごめん、第7回では実はこの第7回マイナスと書いておくかな。もう一つ勉強してます。第7回の前半では、第7回の、前半では確率変数の和の分布というのを勉強しています。これは、2つの確率変数があって、それぞれが別々のこう確率分布に従う、分布に従うという時に和の、例えばこれが x ね、これが y、 そうすると x 足す y という新しい確率変数はこいつらの畳み込み、コンボリューション、こういう分布に従いますよというのを、勉強したということです。それが第7回の前半です。で、第7回の後半では二項分布って、ここですね。この第7回以降はより具体的ないろんな分布の形を勉強していきました。で、第7回で勉強したのが二項分布。これが、この後勉強する、この後というのはこの第7回以降で勉強することになったいろんな確率分布の大元、親です。で、ここからいろんな分布を出していったわけです。で、第8回ではポアソン分布。というのを勉強しました。で、ちなみに、このポアソン分布を出すにあたって事前的に勉強したのが対数の法則でしたよね。で、ちなみにこの対数の法則から出てきたのがもっと後半で出てくるんですが、それが何なのかというと、今日実は勉強した中心極限定理になっていくわけです。これまあちょっと気になる人考えてみてください。実は対数の法則の、さらに、発展したものが中心極限定理です。今日勉強した中心極限定理です。で、話ちょっと戻しましょう。第8回、ポアソン分布というのを勉強しました。そして前回、第9回では、二項分布を発展させた多項分布、そして長期化分布というのを勉強しました。そして、最後、第9回の後半と今日第10回で正規分布というのを勉強したわけです。で、この正規分布というのは、中心極限定理、こいつね、こいつがあるおかげで、あらゆるところ、物理現象を記述するとき、あらゆるところでこの正規分布というのが出てきます。なので、正規分布というのは分布の王様。なので、この特徴、というのをきちんと把握しておいてくださいというのが、この確率論のメッセージです。で、そして、この先の話を少ししていきましょう。で、この確率論の授業は今日で終わるんですが、秋学期以降、統計学という授業があります。これ実は今年は僕が担当している授業ではないんですが、統計学というのがあります。実はこの統計学というのは、もともとこの確率論とくっついて15単位、15コマの授業だったんですが、今年から確率論10コマ、統計学10コマというふうに2つに分かれました。で、本来だったらこれ僕が今まで続けた一つの授業としてやってたので、そこの中で説明したんですが、確率論と統計学の関係だけ最後、今日の授業の最後に説明しておきますね。確率論というのは、例えばある物理現象があります。で、この物理現象の背景にある何かがあるわけです。これが例えばパラメータ、母数ですね、母数です。で、例えば平均ミューとか分散シグマ事情というのは母数です。で、この母数と、例えば分布、こいつらです。これ母数、書き方変えようかな。こいつら母数。母数と分布というのがあって、なんでこいつら実は物の本質なんですよね。で、これに従って何らかの現象が起きます。で、この部分、こういう、じゃあどうやって現象が起きるのか、
こういう母数があった時にパラメーターとか分布っていうのがあった時にどういう現象が起きるのかっていうのを勉強してきたのが確率論でした。ちょっとこれきれいに書き直しますね。こういうことが起こりますと。で、母数と現象の関係というのを記述して勉強してきたのが確率論でした。これもこうやって書きましょう。確率論。じゃあ統計というのは何なのか。で、統計というのはこの現象の中からいくつかの例を取り出します。これがサンプリング、標本化です。で、そうするとこの現象から例を取り出した集団というのができるんですね。いいかな？で、この標準化した、集団、こいつから統計的な例えば平均分散っていうのを求めます。いいかな？で、例えばこれ平均だったらこの場合 M で表したりするんですよね。いやここちょっと細かいところを消しておきましょう。いいかな。でポイントはここで出てくる平均とここで出てくる平均 μ っていうのは必ずしも同じものじゃないんですよ。でこの分散とこの分散っていうのも同じものではありません。ただもともとこういう何ていうか抽象的な本質があってそこで現象が起こります。でこの現象を標本化、つまり観測とか計測してやってこういう集合を作ってそこから平均分散を計測する、計算するということです。でこいつらとこいつら、これがどういう関係にあるのかっていうのをきちんと考えていくわけです。でそうするとこいつらを使ってこいつらを推測していくということができます。いいかな。こっからこっちっていうのは現象の奥で起こっていること、こっからこうですね。こっからこっちっていうのは現象の手前で起こっていることなんで、僕たちは直接はもう見えないんですよ。こうだっていうふうに仮定することしかできません。で一方で一旦現象が起こってしまえば、それを標本化、つまり計測なんかをすることによって、そこから平均分散という統計量というのを出すことができます。でこの統計量を使ってこいつらからこいつらを推測していくということができるわけです。で、これを、例えばこの過程ね、この過程を推定と言います。で、さらに、それの少しバリエーションとして、例えば平均が μ0 だと仮定して、それが正しいかどうかをこの値と矛盾しないかどうか検査しましょうっていうこともやります。それが検定です。いいかな？で、こっからここまで、これが統計です。統計。で、そうするとこの確率論と統計学で去年までだったらこれらを合わせて確率統計っていう一つの授業だったんですが、ここで出てくる3つの一番大きな分野、重要分野というのがここで整理されることになります。一つが確率ですね。でこれはこういう母数と分布から現象が起こるまでの現象、過程を考えることでした。でそして今度は次、このあと統計学の前半で勉強するのがここです。統計と呼ばれる部分、ある現象で何か、物理的な現象が起こりました。それを標本化してそこから統計量を求めるということをやります。そしてこの統計量と、こいつらの関係を考えてみましょうということをやります。それが、統計学の前半です。そして統計学の後半では、じゃあこいつらからこの、これですね、計測から得られた、標本化から得られた分散とか平均とか、こういう、擬似的なパラメータ、計測されたパラメータと大元のパラメータ、こいつらの関係が分かったとして、じゃあそれはどれぐらい信頼できるんですかっていうのを考えていく必要が出てきます。それが推定とか検定っていう確率、統計学の後半の部分になります。いいかな。なんで、これ、
未来に向けて復習しておきましょう。確率論では目に見えないものから目に見えるものが出てくるところまでを勉強しました。でこのあと統計学ではこうやって目に見えて起こった現象からそれを代表する値を取り出すということを勉強します。そしてこの代表する値と元々の目に見えなかった母数っていうのがどういう関係にあるのかっていうのをきちんと数式で見ていきます。でその上で今度はその数式を使って、こいつらここから推測し、ここからこいつらを推測してそれがどれぐらい信頼できるのかっていうところまで出てきます。そして、ここですね、このあたりのこいつらとこいつらを結びつく肝になってくるところが今回我々が確率論で勉強した様々な分布の形であったり確率の特徴ということになるわけです。なんで我々はここの部分の知識を勉強することによってこれを使ってこの先こいつらとこいつらの関係というのを見てやってそれがどれぐらい、きちんとつながっているのかどれぐらい信頼できるのかっていうのを 見ていくことになります。それが、統計学で勉強することですっていうと、多分統計学もだんだん興味出てきたと思うのでぜひ秋学期は統計学も取って勉強してみてください。じゃあ今まで10回長々とお付き合いいただいてありがとうございました。これからもしっかり一緒に勉強を続けていきましょう。じゃあ、確率論全10回以上で終わりたいと思います。お疲れ様でした。